眼科医の平松です。今日は視力についてお話しようと思います。すごい分かりやすくするために非常に簡単にお話ししていますので、細かいことはいろいろ方法とか読んでいただければとね。本とか読んだり見たりしても本当に視力しようと知ろうと思うとすごい難しい文章たくさんあったり、VDVS とかいろんなの出てきてきまいますんで、本当に簡単に視力とは何か。視力っていうのは5メートルぐらい先、まあ具体的に5メートルですね、先のランドルト管って言ってこう C の字のやつですね、あれがどちらか見えるかっていうのを判別することで、まあ、測定してるっていうのが、まあ、一般的な視力の測定方法です。で、日本だと 1.0 とか 1.2 とかって表記ですけど、まあ、外国人の方だと20分の20とか、まあ、そんな感じの表現をしたりする方もいらっしゃいますね。まあ、日本では 1.0 っていうのが一般的でしょう。で、あれはちょっと難しい表現すると2点辨別域を調べているって表現します。これ C の字って何をやってるかっていうとですね、別に C じゃなくて上が空いてることもあるわけですけども、こう空いているこことここの2点が空いているということを区別する能力ってことなんですよ。何言いたいかっていうと、だからこそそのこのどっちが空いてるかさえ分かればいいんですよ。なんとなく右が見えるとか、なんとなく左に見えるとか、なんとなく上に見える、これ OK です。で、視力検査を受ける上でのポイントとしては、そのなんとなくでもいいからとりあえず答えていただくと。でも何にも分からないけど上とか右とか左とか下とか、それは答えるのはちょっと間違ってるわけなんですね。だからこそ患者さんってその今日は調子がいいとか明日は調子が悪いとか、そういうことも結構あります。あなたのとってはなんかこの前は 0.8 だったんだけど今日は 0.9 だなとか、そんなことはあります。ただ 0.1 が調子よくて 1.0 になるとか、そういうことはないんですね。ですからこそ、視力っていうのは、2点を辨別する、要はこう C の字のやつの差を見ていて、で 1.0、0.1 とかそういうふうになっているっていうのがまず基本です。で、ややこしいのはですね、視力っていうのは例えば2と 0.3 の差と 0.9 と 1.0 の差、これ数字で見ると 0.1 じゃないですか。だから同じぐらいの変化だって思うかもしれないですけれども、 0.2 と 0.3 の差は結構大きいんですけども、 0.9 と 1.0 の差はあんまりないんですよ。もっと言うと 1.0 と 1.5 の差なんてもうほとんどないに近いです。いや、0.5 も差があるから大きいじゃないですかって言うかもしれないんですけども、このちょっと小数点の数字がちょっと分かりにくいんですね。なので、まあ、多少差が大きくなったとしてもそれはあんまり差がない。じゃあどこの差が少なくてどこの差が大きいかってことなんですけど、中間ぐらいの差がすごく大きくなります。例えば 0.5 と 0.6 の差とか、 0.5 と 0.4 の差とか、まだ今言ってる 0.2 からまた 0.7 とか、そこら辺ですね。0.2 から 0.7 の差の間っていうのは、すごいこの 0.1 の差が大きい世界ですね。一方で、0.8 以上ぐらい、例えば 0.8、0.9、1.0 とかぐらいになってくると、だんだん差が少なくなってくる。で、1.0 を超えてくるとですね、あんまり差がないんですね。だから 1.0 と 2.0 の差って 1.0 あるじゃないですか。でも、1.0 と 0.5 の差よりはすごい少ないんですよ。ちょっとややこしいんですよ。1.0 の差だから一緒なんじゃないかって思うかもしれないけど、あんまり差がないと。まあ、今難しいちょっと説明しましたけども、一言でまとめると、 0.8 以上の視力で多少差が出てもそんな心配しないでほしいんです。で、 0.1 以下の視力、例えば 0.02 の人が 0.05 になったり、まあ、0.05 の人が 0.02 になったりとかっていう変化もあんまり気にしないでほしいんです。そんなに差がないです。でも真ん中ぐらい、例えば 0.6 の人が 0.4 になったって言ったら、これ結構見えなくなってんじゃないかなっていうふうに考えてほしいんですね。だからあなたも視力測った時に、いや去年は 1.5 だったのに今年 1.0 になっちゃったらすごい悪くなったわけじゃないんです。でも去年 1.0 だったのに今年 0.7 になった、これは結構悪くなってる感じなんですね。だからこう上の方と下の方、視力の上の方と下の方はあんまり差がない、中間は差がある、ちょっとややこしいんですけど、それが視力ってもんだと思っていただければと思います。今日は視力の数字についてお話ししました。